こんにちは。今日は日本水仙の花からご覧いただいています。今日は朝から小雨模様でした。葉っぱに水滴がついています。こちらはキブサ水仙です。雨でちょっとだけ背丈が伸びたような気がします。今日は手袋をしないといられないような、息が白くなるような寒さです。クリスマスローズです。クリスマスローズも雨で少しだけ背丈が伸びたような感じになっています。チョコレート色、それからこちらは紅白ですね。今日はクリスマスローズの中も見ていただこうかなと思っています。このピンクっぽい花、中はどうなっているかな。これはあまり点々が目立たないような、花びらですね。これ花びらじゃなくて萼片だっていうのが本当みたいなんですが、あまり細かいことを気にせずにね、花びらという感じで、行っていきたいと思うんですが、中がこれはグリーンっぽくなっていますね。どうやらクリスマスローズの花が長持ちするのは本当の花びらじゃないからっていうのが正しいみたいなんですが、でもぱっと見花びらですよね。空はこんな感じで寒々としています。花水を垂らしながらの撮影になっています。遠くでパオパオちゃんが鳴いているんですが、聞こえるでしょうか。BGM も入ってますしね、おしゃべりも入っていて、ちょっと聞こえづらいのかと思いますが、聞こえるかどうか耳を澄ましてください。こちらの花びらはちょっと尖った感じになっていますね。これはちょっと点々がありますね。いろんな鳥の鳴き声は聞こえるんですが、パオパオちゃんちょっと聞こえたかどうか微妙ですね。白っぽい花、これも点々は見当たらないようですね。これは人長芽の花です。ちょっと葉っぱが傷んでいて残念なんですが、まだつぼみでいい香りは漂ってきません。福寿草、今日はやはり閉じています。葉っぱが伸びてきたので、もう見ごろもそろそろ終わりかなと思うんですが、つぼみもちょっとあるみたいですね。こちらのクリスマスローズ、これスポットが入ってるっていうように言うらしいんですが、点々があります。こちらは花びらが丸いタイプですね。クロッカス、今日は花を閉じています。雨粒が見えるでしょうか。寒そうですね。今日ムスカリが初めて姿を現しました。これが小さいんです。小指の先ぐらいの本当に小さいムスカリ、もうちょっと大きくなるかと思います。これはヒヤシンスです。ムスカリよりはねちょっと大きめですけども、分球しているのであまり大きな花は咲かないかもしれないですね。あ、4時ごろなんですけども、ピオちゃんが来てくれました。今日は天気が悪くて会えないかなと思ってたんですが、ちょっとスローで見てください。乗りました。今日は、手を浮かせているんです。今日初めてですね。この空中の手のひらに乗ってくれたのは今日が、多分初めてだと思います。何回も乗ってくれました。今日は夕方まで会えなかったので、お腹が空いていたのかなと思います。おばさんは、今日がチャンスかなと思って、手のひらをね持ち上げてみました。それから今日はピオちゃんの声も取れました。たまにおばさんが呼んでる声も入っていますが、ピオちゃんの声時々聞こえますからね、耳を澄ませて
聞いていただければと思います。今日はピオちゃんが手に乗ってくれたので、本当に嬉しかったです。寒くて手がかじかんでしまいましたが、それでもね、嬉しい日になりました。やっと明るくなってきたんですが、それでも寒かったです。さようなら。